肺がんの死亡率なんですけどもね、吉谷さん、40代がピークだそうですよ。で、26.1% の確率で肺がんで亡くなってるということなんで、4人に1人が肺がんで死ぬんですよね。で、80% の人がお亡くなりになった方の中で、80% の人が喫煙の習慣があった、もしくは過去にしていたってことらしいんですよ。で、がんの宣告を受けて、タバコを治療のためにやめたって方が、まあ、ほとんどなんですけども、でもやめられない方もいるみたいな感じですよね。だから例外的に言えば、がんの宣告を受けてタバコをこっそり吸いながらそれでも回復した人はいるんですけども、まあそこを期待するのは、あまりにも話が良すぎるかなってところですよね。まあ、このがんの死亡率についてはさまざまなデータがあるんですけども、私の塾生さんにあのドクターがいらっしゃってね、結構なもうご年配の60代後半ぐらいの方なんですけども、まあ、がんのことをいろいろ聞いたんですけどもね、分からないところもあるけどっていうことでしたけども、まあ、そんなことを言ってくださいましたね。いやでもね、40代で4人に1人ががんで死ぬのかと思ったら怖いじゃないですか。でもがんにかからない人はこのデータに乗らないんで、だからがんかなと思ったら40代がまあ大体、そのきっかけになって、で忙しくて放置していると50代で症状が出て、60代で見つけた時はもう手遅れみたいな感じなんで、50代でもちょっと危ないんですけども、まあ、40代ぐらいで肩をつけておいた方がいいんじゃないかなとは思いますね。あの喫煙される方ってのがあのどんどん減るのも、まあ、そういった情報が入ってくるから早めにやめるっていうところもあると思いますし、まあ、ニコチンが体にねあの与える害と、あと浄化っていうのは7年ぐらいかかるらしいんですよ。7年かかると細胞が全部入れ替わって、まあ、一応何もない状態っていうことになるらしいですね。まあ、いろんな研究があるからこれが正解ですってことではないんですけども、さまざまな説のうちの一つということですよね。で、がんに対する統計なんての山ほどあってね、私も送っていただいたんですけども、とても読めるもんではないなというところがあります。ちなみに手元の資料で言うと、昨年のがんの死亡者総数32万人ということなんで、すごいですね。すごい人数死んでますね。日本人の3人に1人ががんでお亡くなりになるということですから、まああのね、タバコをやめるぐらいでそのリスクが減るんだったら楽じゃないですか。まあ、通常はね、なんか一つのことをやめただけではリスクって避けられないことばかりなんですけども、あの、まあ、がんの疾患に関しましては、タバコをやめるだけでぐっとね、その、まあ、危険性がリスクが低減されますんで、すごい楽だし分かりやすいですね。はい、やめたって自分が自覚してるんで、で吸うたんびに、まさに前も言いましたけど、吸うたんびに髪の毛が抜けていったら多分やめると思うんですよ。それがね、なんか潜在されていく、蓄積されていくから分かんないですよね。なんかその疲労とかも蓄積型とかね、ダメージも蓄積型って言われてて、ダメージってのは何かっていうと、あの例えばパンチを食らってガーンと体に受けたダメージって、その痛みは消えるけどもダメージは残ってるらしいんですよ。例えば骨がちょっとずれましたとかね、関節にちょっとひびが入りましたとか、そういうのが残っていて、ことあるごとに少しずつ少しずつそこがこう決壊していくらしいんですよね。だからその格闘家っていうのは早くやめないと、もう夢途上で失明したりとかね、パンチドランカーになったり半身不随になったりするっていうのは、試合1回1回のダメージが結局10回やったら10回分のダメージを抱えてることになって、それが解消されないらしいんですよね。で、小さい例で言うと、日々のこの少しずつのストレスとか、それから苦しみとか痛みっていうのも、その気にならなくなっただけで体の中には残ってるらしいんですよ。で、不思議なことにね、精神的な痛みとか苦しみとか悩みっていうのは考え方を変えると全部なくなるらしいんですよ。だからなんか心の傷は治らないとか言いますけども、治ったら本当になんかまっさらになるらしいですね、心の傷っていうのは。この気持ちの持ちようなんで。でも体のダメージっていうのは一回受けたらもう治らないんで、どっちが深刻なんでしょうね。まあタバコはね、ちょっと考えた方がいいんじゃないですか。この箱に何本か残ってる状態で捨てるとやめれるらしいですけどね。じゃあ